皆さんこんにちは、レクセン講師の根本です。今回は新全日専門家講座、こちらを受けて今回一発合格された方を呼んでみました。まず自己紹介お願いします。はい、令和3年度一発合格した望月飛鳥です。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあまずお聞きしたいんですが、司法書士なぜ目指されたんでしょうか。もともと何か資格が欲しいなと思っているときに、なんかちょっと難しい資格にチャレンジしようっていう風に思って、それでいろいろ調べていくと司法書士っていう資格を知って、で気になったんで、その司法書士の先生に直接話を伺いに行ったんです。それがきっかけですごいやりがいある仕事だよっていうのを教えてもらって、で目指したみたいな形ですね。なるほどね。じゃあもう初めからそういうところのビジョンがあったわけね。なんとなくのね。そうそう、なんとなくですけど。へえー、なるほどなるほどなるほど。へえー、いや意外なパターンだなと思って。普通大体なんかその本とかネットだけで情報を見てそれで始めるけど、実際の本職に合うってことはめったにないなと思って。ただその手の方ってやっぱね、見るとやっぱり、ね、初めからモチベーション高いんですよね。あ、そうなんですね。これは間違いない。いろいろ見ても間違いない。最終学歴はどうなんでしょうか。工業高校卒です。大学は行かれていない。行ってないですね。え、じゃあ工業高校卒業して、してで、はい、就職して2年ぐらい、全く法律関係とは関係ない職場で働いて、で勉強したっていう感じです。はあ、そうだったんですね。いや私もなんかいいとこの大学出ていて、そのままポンポンポンって行ったのかと思ったら、じゃあそこまで勉強する習慣があったわけじゃないってことなんですよね。いや全くなくて、もともと工業高校だったんで、そこまでその学歴としてはなくて、でそこでも新体操を主にやってたんで、勉強っていう習慣はなかったんですけど。あ、それは筋トレにつながる話ね。そうですね、そこは。あ、じゃあそこでちょっと聞きたいのは、じゃあそれでなんでやっぱり資格の方に走ったの、考えたの。やっぱり就職してみてから、それなりの企業に入れたので、やっぱり引率とか大卒とかっていう方が多くて、そうなった時にやっぱり高卒の自分だと同じ業務量だったりしても給料面だったり、福利と厚生の面だったりで若干の差があるなっていうのはあって、そこで何か自分の武器になる資格が欲しいなと思ってる時に資格かなっていうのがあって。ああ、武器で考えて資格って考えたわけね。そうですね。なるほどなるほど。じゃあもう一つ、そこまでその勉強をガリガリやってるって経験はないわけじゃない。全くないで、その時に受験勉強をするってことに抵抗なかった。いや、ありましたね。なんかそもそも受験勉強がどういうものかっていうのも知らなくて、高校でもそこまで思いっきり受験勉強したわけではないので、どんなものかっていうイメージはほとんどついてなかったんですけど、それでもやっぱり思ってたよりはきつかったですね。やっぱイメージはあったけど、やっぱそれ以上にきつかった感じ。それ以上に、なんかそれでも毎日勉強するっていうのはもう1ヶ月ぐらいで慣れてきてはいたので、そこまで最初だけ辛かったかなっていう。やっぱ勉強の始めはきつかった。そうですね。なんかどれくらいやればいいのかもわからないしっていう部分で、法律系の勉強も全くの初学者だったんで。ああ、そうなのね。いや、なるほどね。じゃあ本当、じゃあ初めはきつかったっていうのは間違いなかったんだね。そうですね、きつかったのは間違いないです。じゃあ一番きつかったのはむしろ初めかってぐらい。そうですね、そこで、なんとなく軌道に乗れちゃったので、あとは楽だったんですけど。なるほどね。いや、なんで本当に初心の勉、指導してて思うのが、本当になんか 大卒とかそういうの、一回昔分布取ったことあったんですよ、どこの大学卒業しますかとか、やっても全然統計にならないんですよね。いろんな方が言い過ぎて。確かに。本当に思うのが、この試験ってその前歴関係なく、やっぱ努力した人間の勝ちなんだなと。あ、確かにそうです、ね、これは強く思います。だから結局才能うんじゃないんですもんね。やったかやってないかなんで、じゃあそれは改めて再認識してできた。本当ありがとう。じゃあそれで、じゃあその初心の勉強を始めようと思って、じゃあその目でレックをなぜ選ばれたでしょうか。あ、本当にその先生にレックがいいよっていうのをお勧めされて、で直接行ってみたんですよ、レック。でその時に根本先生の講義を本当にお試しで受けさせてもらって、ですごい面白いなっていうのと、分かりやすいなっていうので、
決めました。そうなんですね、はい、で私の前日のだとほら月水金で朝昼だったけど、うん、そこは抵抗なかったですか？あ、全然なかったですね。あのお仕事はその時はしてなかったです。もう完全に勉強一本でやっていくつもりだったので。なるほどなるほど。あ、じゃあ通信とかはあまり考えなかった感じですね？考えなかったですね。もう通った方が、うん、なんていうかやる気も出やすいかなと思っていて、うんうん、そうなんですよね。同時中、あの私の講義の場合だと月水金渋谷で講義をやっていて、それを全国各地で同時配信しているので、あのリアルタイムに聞ける、ある意味リアルタイムに聞かなきゃいけないというか緊張感がありますもんね。そうですね、やっぱ動画で見てても緊張感はかなりあったんで、うんうん、それもだいぶ良かったかなと思います。あ、なるほどね。やっぱその通うっていうのと緊張感なんですよね。なるほどね。じゃあそれで、じゃあその、まあ、勉強を始めて、まあ、一発合格という形になったと思うんですけど、はい、こう自分で思う一発合格の秘訣って何だったと思います？やっぱりその基礎をしっかりしたっていうのは大きいと思ってて、うん、その講義と講義の間の日の過去問の復習と、うん、それとそのブレイクスルーの読み込みを徹底的にちゃんと行っていたっていうのと、うん、あと根本先生が途中で講義の途中でかなり、うん、アドリブの聞いた、はいはい、理由の説明までしてくれるじゃないですか、うんうん、それもちょっとずつブレイクスルーに書いていったので、うん、それがそれの復習もしてかなり応用が効いたみたいな部分はあるので、うんうん、そこの基礎の徹底っていうのはやっぱ大きかったかなと思いますね、うんうん、でちょっとまあ覚えてるのが、うん、あのほら成績を教えてくれてたの、はい。であの自分のクラスの場合だとあれなんですよ、あの2位なんですけど、あの東レの成績っていうのを教えてくれって言ってるんですよ。で自分がエクセル風にまとめてるんですよね。でちょっとそれで申し訳ないんだけど、初めちょっと低かったよね。そうですね、初め低くてファイナル編の2回ぐらいまであんま高くなかったんだよね。高くなかったです。でその後ぐらいからグンって伸びていってたよね、うん、で最後特に2回か3回か、はい、すごかったのが。そうですね、急に、うん、急に何が原因か分かんないんですけど、やっぱそれ分からない、はい、分からない感じだ。実力がついたのかなっていうのもあんまり実感としてはなくて、うんうんうん、で本当に急に上がったなみたいな。そう、伸び方がすごかったよね最後ね。すごかったですね。だからあの毎週毎週ほら点数ファックスで送ってもらったけど、はい、今週は上がったんだよ。ありましたね。毎回毎回びっくりだもん。これどこまで上がるんだろうと。でもし本試験があと2週近かったら、遅かったら1位合格もいったんじゃないかと思って、ね、いやそこまですごかったなと思って。やっぱ自分でも点数は上がってる感覚があった？上がってる感覚はあって、うん、で問題解いてる途中とかも、あ、なんか知ってる問題が増えてきたなっていうのはありつつ、うんうんうん、で実際丸付けしてると、あ、やっぱ知ってる問題だから解けてるなっていうのがかなり増えてきて、うん、あ、なるほどね。ちなみにこう勉強をやってて、なんだろう、こう上がってきた感が後ろの方にあったと思うんですけど、はい、逆に言うとかなりきつかった時ってあります？あ、それこそ最初の東連のあたりではやっぱり時間配分もわからないし、うん、点数も伸びないし、うんうん、この勉強方法合ってんのかなっていうのがかなりあって、うんうん、いろいろ話をしたもんね。こういう感じか、これどうやらこれをだって。で今で覚えてるんだけど、そんな空いた時間これやった方がいいのかな、いろいろあって、あのなんか筋トレしていいですかっていう。そうです。やれ、いいからやるんだ、筋トレしようと。なんかコロナで全然通えなかったのもあって、うんうん、で勉強、他の方の勉強スピードとかも全然分かんなかったので、うんうん、なんかその気合の入れ方とかがすごい悩んでる時期で、うん、で筋トレしようっていうふうに、うん、もうむしろやりなさいと。やっぱりやったの、あれは。あれはやりましたね。もうだいぶがたいが良くなったというか、うん、それによって受かったし筋肉もついたな。そうですね。なんかそれ別の機会にやってみるよね。あのこういうふうに勉強と筋トレの両立の方法みたいなね。面白いかもしれない。それはそれでね、あの何、勉強の合間でやった感じ、それとも、 もう完全に筋トレ筋トレでやった感じ？もう完全に1時間時間を空けるようにして、うんうん、でそこで別で筋トレは筋トレの時間で分けてやってましたね、うん、ある意味けど、それは本当にリフレッシュになったのかね。なりましたね、だいぶ、うん、なんかホルモンの関係とかもあるみたいで、うん、リフレッシュできるし、でやっぱ勉強漬けにずっと向かって勉強してるじゃないですか、うんうん、それだと体がだいぶ凝ってきてたっていうのがあって、それの改善にもなりましたね。なるほどね。そう、いや今までなかったタイプなんで、あの勉強の休憩で筋トレっていうのがけど、これはお勧めしようと思う、いろんな方に。そうですね、ぜひやってほしいですね、うん、ちょっと具体的な話なんだけど、はい、卓越と規律の方で、卓越で一番こうなんだろう、
直前期で意識したことって何かあります？卓越勉強方法で、勉強方法で勉強方法で意識してたのはもう模試と答練の復習をとにかく徹底的にやろうと思って、うんうんうん、で本当に試験の1週間前ぐらいに全部覚えてるような状態まで持っていって、うんうん、プラスでちょっとずつブレイクスルー読んでるぐらいの勉強の仕方でした、うんうん、読む方と解く方どっちが多かった？解く方ですね、断然解く方です、うん、けどやっぱ最初読むって作業入ったのね、途中でね。そうですね、なんか知識の関連性がなくなっちゃうかなと思って、そう模試だと、うん、それのちゃんと紐付けと、うん、その模試に出てきてない部分ももちろん試験には出る可能性もあるので、うん、そこの復習だけはしようと思って読む作業はしてましたね、うん、素晴らしい、ありがとうございます、うん、じゃあ記述は？記述はもうひたすら解くしかないじゃないですか、うん、まあね、うん、であとはその解いたものの答え合わせした部分、うん、間違えた部分っていうのをしっかり復習するようにするのと、うん、あとそれも根本先生に教えてもらったんですけど、うん、間違えた部分をノートにまとめるっていう作業もしたりして、うんうん、で最終的にそのまとめたもので間違えたところの復習を最後の方は主にやってました。うん、あ、じゃあその新しい問題を繰り返すっていうのとその復習っていうか前に間違えたものの復習っていうと、うん、直前期はもうあんまり新しい問題っていうよりも間違えたものの確認。そうですね、新しい問題はもうやると落ち込むかなと思って。なるほどね、それも一つの方法だね。特に不登校で分かんない時嫌になるもんね。そうです、そうです、うん、これも覚えなきゃいけないのかってなるのが嫌だったんで、うん、もう1週間前ぐらいからは遮断して。そうです。で3日前ぐらいに1回その試験の漢字を取り戻そうと思って、うん、で1回解いてみてそこまで悪くなかったんで、うん、そのくらいでしたね。なるほど、新しい問題だったのは。じゃあそこまで結構やっぱ問題を解いた感じですよね。そうですね、量的にはかなり このぐらいの量は行ってましたね。行きますね。多分そんなに多くない方だと思うんですけど。多分あれでしょ、あの期日レベルアップの講座の問題、実力要請、ファイナル編、公開文字とか。なんか市販の本買った？いや一切買わなくてもそれだけで、うん、ありがとうございます。私の持論通りですよ。あの本屋に行けば1年伸びると。そう思ってます。あのもうなんだろう、前日の講座のやつってもうこれ以上何も入れるとかないんですよ。もうこれ以上何も入れなくていい、だから買わなくていいし行かなくていいとって言ってるんだけど、たまに買っちゃってそこでハマるんですよね。なるほどね、素晴らしい素晴らしい。あ、じゃあちょっとまあそう今更なんですけど、うん、このまあ初めレックを選んだところで先生に紹介してもらったと思うんですけど、はい、このレックを選んでよかったなと思って何かありますかね。本当にその根本先生推しみたいになっちゃうんですけど、うん、根本先生の講義面白かったっていうのと、あとそのスタッフの方の対応がすごく優しくて、はいはいはい、その勉強の合間の息抜きにも話し相手にとか、うん、あ、静岡本校の、はい、あ、はい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 、そういうのも選んでよかったなと思いますね、うん、そう、あの静岡本校から毎週あのほら、はい、あ、餅つきしまうから寝るのかありますとかって、やっぱねその文面見るとなんかその定型文じゃないんだよね。そう、毎回ちゃんとなんか考えてなんかメールしてくれてるなって感じがしたので、あ、ちゃんとこれ一卒がすごいできてるんだなと。そうですね、うん、本当に優しくしてもらって、勉強の相談とかも、うん、なんか向こうから話しかけていただけることもかなり多くて、はい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 、だいぶ助かったなっていう印象はあります、ね、うん、そう、地方の本校だと結構そこのあたりが意思疎通ができる方って、うん、本当になんかうまくポンポンっていっちゃうなっていう感じはしますね。そうなんですね、うん、だから、あ、その点、あ、なるほどなって、もう何とかそんな感じはしたけど、あ、やっぱその方向だったんだなと思ってね、うん、うん、あ、じゃあちょっとまた、じゃあまず別なんですけど、うん、今その勉強してる人に対して、うん、その今ちょっと辛いなと、うん、って思ってる人がいたら何かアドバイスありません？これからじゃなくて今やってる人、今やってる人たち、うん、辛いなと思ったら、うん、でも頑張るしかないっていうのが正直な部分なんですけど、うんうん、その取った時のことをちょっと思い出すと本当に1時間ぐらい泣いて、うん、あ、その嬉しさとやっと解放感、うん、その1時間泣いたんだやっぱり。1時間泣いてうわ、ネットかなんかで見て。そうです、ネットで見てで1時間ぐらい泣いて、うん、で親の職場が近くにあって、うん、でそこにも自分の足で報告、うん、泣きながら報告しに行ったりとか、うん、そういう喜びのことを考えると、うん、あ、頑張ってよかったなっていう瞬間が来るんで、うん、辛くても頑張り続けるのがやっぱ大事なのかなと思いますね、うん、ちなみに一番誰に迷惑かけた？一番迷惑かけたのはやっぱり
親かなって思いますね。実家暮らしだったなっていうのもあって、うんうん、でその精神的にちょっと辛いなっていう時とかだったり、うんうん、そのもちろん生活面、うん、食事だったりとか、うん、そういう面でもかなり支えられたなと思います、うんうん、そうだよね。もうやっぱ自分一人で勉強に専念できるだもんね、まさにね、それってね。そうですそうです。衣食住については全部頼んでと。そういうこと考えずに勉強一本でってやれたのは大きかったですね、うんうん、なるほどね。いやちょっとね、受かった瞬間泣いたっていうのも、はあ、初めてだなと思って。やっぱそんだけもうかけたんでしょうね。そうですね。で例えばそのほらまだ他の合格者の方とかっていろいろあったりします？その静岡で合格した方とは何名かと話したんですけど、うん、あ、そうなんですね、はい、うん、なるほど。例えばいろんな人と話をした時に、うん、なんかなんだろう、まあ、その人たちと比べるじゃないですけど、うん、なんか自分が受験生の時でここだけは負けなかったってあります？合格したっていうよりも他の受験生かな。なんかやっぱりその何度も受験されて、うん、5回とか4回とか勉強されてるっていう話を聞いて、やっぱ1回目でその合格しようっていう覚悟とか、うん、そういう部分は負けないかなっていう部分はあって、もちろん勉強量とかは叶うとは思ってないんですけど、うん、そこの気持ちとかっていう部分で頑張れたのかなって。そのさ、一発合格したい覚悟って具体的になかったの？1年間お酒を飲まなかったです、うん、うわー素晴らしい。で後半はもう一切友達と遊んだりもしなかったんですけど、うん、であとは本当にやりすぎて彼女に振られるぐらいの、うん、あ、振られるぐらいですよね。いや、振られました。あは具体的に起きたか、それは。そのくらいでも覚悟を決めてやってたんで、うん、そこは負けないかなと思います。うん、だからもういろんなこう腹くくりがすごいね、それはね。そうですね、多分あんまり真似しない方がいいとは思うんですけど、うん、ですよね。いやでも、うん、いやけどやっぱね、腹くあのいろんなタイプがいるけど、やっぱ腹くってるタイプっていうのの合計だと思うんですよね。本当に、ね、いやある意味、うん、悪いんだけど1回で受かってよかった。よかったです、本当に本当に。でもまあ自分も本当に賭けなしで言うと、ずっと成績伸びていくから、うん、これ本試験はまあ大丈夫だろうなってかなり思った、うん、あれに関しては。だから本試験終わった後から一切連絡ないから大丈夫かなと思ったの。そうですね、今まで毎週連絡あったのに本試験終わってからないから死んだのかと。で一応風の噂で なんかかなりいいらしいとは聞いたんで、うん、死んではいないっていう話は分かっていたんですけど、なんとなくその報告しづらかったりとか、まあね、まあそんなね、部分はあって、うん、でやっぱり合格してから連絡しようっていうのがあったんで、うんうん、一応講義中言ったよね、受かったら分かったらすぐ渋谷駅前の方に連絡するようにと。そう、ね、本当にも。でまあ本当になんかいろいろ思い出すなと思って毎週毎週、確か月、うん、あれ1月ぐらいからずっとほぼほぼ全部だよね。月曜日か、うん、たまに水曜日だったりっていう日もあったんですけど、うん、でも本当に自己分析はちゃんとだん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 できてきてる感じがしたから、うん、あ、これはすごいなと思ってきたの。毎回これ点数だけじゃなくて、うん、で分布をだんだん出してきたし、うん、そうですね、なんか最初のうちは何見ればいいか分かんなくて、うん、その点数だけ で、うん、で取れてたとしてもこの点数でよかったのかとか、うん、そのいまいち分かんなかったんですけど、うん、話していくうちに、うん、あ、こういうとこ見ればいいんだっていうのが分かってきたんで、うん、やっぱ質問続けるのはいいなと思って、うんうん、全員が全員じゃないんですけどね、そう、ほら報告した方しか受からないわけじゃないけど、うん、やっぱ報告してくれる方の方が受かりやすい。あ、そうですよね、うん、これは間違いない。やっぱいろんな軌道修正図れるから、うんうん、それは大きいなと思う、うん、なんだろうな。じゃああとはその今ちょっとこれから勉強しようかなと、うん、って思う方に何かアドバイスがあれば、ぜひ時間がある方は根本先生の講義を受けてる見るっていうのは本当にいいことだなっていうのを思っていて、その他の方の講義も若干見たりはしたんですけど、うん、やっぱり一番分かりやすかった、まあ、自分に合ってたっていう部分はあるとは思うんですけど、それはぜひ一度試してみてほしいなっていうのと、100点満点です。何も言うことはない。あとはやっぱりそれだけ取る価値のある資格だとは思うので、うん、ぜひ頑張っていただきたい、頑張っていただきたいというと上から目線、うん、いやいいんですよ、もう上から目線、いいんですよ上から目線でも。まあその
それだけの価値のある資格だよ、うん、ということはお伝えしたいです、ね。わ、うん、かりました。ありがとうございます。なんかあと何か言いたいことがあれば。あ、特にないです、ね。じゃ あのこんなところで一回切りたいと思います。はい、じゃ あの皆さんなんかこの今の、まあ、対談というか、うん、お酒どうかかもしれませんが、何か得られるものがあれば得てください。決して酒をやめれば受かるわけじゃないんで、その点だけは間違えないでください。こちらから以上です。ではお疲れ様でした。